石橋楽器、渋谷イースト店の安藤と申します。こんにちは、サックスプレイヤーの菅野博史さんです。どうもということで、今回動画を撮らせていただいたんですが、はい、そもそものこう、まあ、慣れ初めって言うと、ね、気持ち悪いですかねというのが今お使いいただいているですね、YS820、もうだいぶ多分原型をとどめてないと思うんですけどを探しに来られて、たまたま、まあ、いわゆるプラスチックブースターっていうやつ、まあ、1個前のやつを G1 ネックのやつを、はい、中古を探してどうかなみたいなので、いろいろ楽器店さんを回られてるみたいなところがあったんですけど、たまたまそれをうちがですね、ヤマハさんに、プラスチックパッドでっていうので注文をしてるんですよみたいなお話をしてからのお付き合いみたいな感じ。そうですね。なってですね、そもそもなんでそう今の、まあ、いわゆる普通に出荷されるものだと、メタルレゾネーターになってるんですけど、なんでこっちがいいかなと思ったのは、まあ、いろいろブログとか、ヤマハのブログとかですね、チェックされてる方はご存知だと思うんですけど、ちょっとその辺をお話聞かせていただけると。あ、はい。僕がヤマハの 820 を最初に買った時はですね、820S、銀メッキを選んでしまったんですよね。選んでしまった。まあ、今までその銀メッキの楽器を手にしたことがなかったので、この楽器でどこまでできるかなっていうのをちょっとチャレンジしたくてやってみたわけなんですけども、もうその前はもうセルマーのマーク6、しかもラッカーがもうほとんどついてないような楽器だったんですけど、もうすごい対極にあるような方の楽器で何がどこまでできるんだろうっていうのが、まあ一つの課題で取り組み始めたので、それで銀メッキの 820S を手にしてから、2、3年ですかね。それでいろいろ工夫をして自分好みな音を出していけるように頑張ってたんですけども、まあ、自分好みの音っていうのはサブトーンが心地よく出せる、しかもいろんな場面でもしっかりと音が抜けてくるような音を目指してたんですけども、ちょっと銀メッキだとどこでも強い音で鳴ってしまうっていう気持ちがどっかにあって、それを無理やり抑え込むような工夫をここら辺とかいろんなところに工夫してたんですよね。それで、ちょっと待って、それよりちょっと楽器を変えてみたらなんか変わるかもと思っていろいろ調べ始めて、ヤマハ製品の過去のタイプをいろいろもういろんな楽器店に回って試奏をして、現行品から過去のものから全部と言っていいぐらいの試奏してみた感じなんですよね。で、そうしたら実は 820 の第一世代の、楽器が良いかもって思い始めた頃に、先ほどおっしゃったように安藤さんとこのお店で知り合いまして今の現行品の第二世代の 820 もこうプラスチックレゾネーターにすると面白いかもってちょうど僕も考えていたところ、安藤さんそれをもうすでに注文されているという状態で、すごいチャレンジなことをしてました。そうですね。もうプラスチックレゾネーターの特注でお店に、置くっていうことを他ではあんま聞いたことがなかったんですけどね、だから僕はその銀メッキで持っていたやつを全部プラスチックレゾネーターに変えてみようかどうか悩んでいたりもしたので、いろいろ選択肢があったんですけど、その中で、まあ、ここでそういう話があるなどと思って実際
楽器届いて吹いてみたら、あ、行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。そういう流れでしたね。あ、うん、まあ、それでもう2年ぐらいは、ね、そこで使ってるという状態ですね。まあ、プロで、プロの方で、いろんなお仕事されてるので、サックスはほぼメインは1本できてるのなかなか珍しいタイプですよね。まあ、ジェントルフォレストジャズバンドとか、あと、まあ、先日というかだいぶ前ですけど、見に行かせていただいたギターの量とか、すごい幅が広い中で一本でやられてるっていうのは、まあ、それだけ、まあ、もちろん技術はあると思うんですけど、それだけあれなんですかね、万能というか扱いやすいというか。そうですね。もうちょうど僕のやりたいことに全て応えてくれる楽器に出会ったという、うん、そういう気持ちで。割とこうジャズっぽい音、まあ、サブトーンというお話が出てましたけど、まあ、クールジャズとかウェストコーストとか、はい、あの辺の音色、こう、なんていうんですかね、粋な音というかこじゃれた音みたいな感じの音色を出したいなと思っている方が結構いらっしゃると思うんですけど、そういうのを目指してて、まあ、ヴィンテージの楽器っていうのをずっと多分使われて、そっちに走る方が結構多いと思うんですけど、やっぱ現代の楽器にしたっていうのは なんかあったんですかというか、まあ単純に言えばヴィンテージ今でいうヴィンテージ楽器を使っている、そのヴィンテージ楽器が生まれた時代にジャズジャイアンツたちは新製品を使ってその時代を生きていたと思うので、だからすごい渋い音を出しているサックスプレイヤーでも映像を見ると画像は白黒だけどピカピカの楽器使ってるんですよね。だからその感覚がやっぱり2000年過ぎに生きていても、やっぱりその時代の現行品を使うのが普通の流れだろうと思いまして、ね、渡辺貞夫さんもすごい重たい楽器を使われていますもんね。そっち系にの考えにシフトしただけです。あとは、まあ、菅野さんみたいな音を手っ取り早く出すっていうのは多分無理だと思うんですけど、どういった感じのものでどんな感じに吹いたら、例えばサブトーンみたいな感じの音が出せますよみたいなアドバイスとかってありますか？まあヤマハのヤマハの380とか280でも、はい、さっき吹いて思ったんですけど、はい、余裕なんですよ、できるんですよ、で何が大事かといって、はい、最終的にここら辺です、ね、これ今僕普段使っているダダリオのマウスピースなんですけど、これ5番なんですが、これ開きをオープニングをちょっと狭くしてもらって、それまで狭くするっていうことができるとは知らなくて、狭くしてもらったんですよ、ね、リペアマンに聞いてみたらできるというの、で狭くしてもらってちょっと片身のリードをつけてます。で最近流行りはマイブームなんですけど、リードをちょっと上に出す、だいぶ出てますよねそうですね、わかるかわかんないどうかですけど、これは強速音だとダメなパターンですよね。あ、そうなんですか。こ
これは出過ぎですみたいな画像が出てたりしますか。これ面白いですよ。こうするともう、やっぱり新リードが完全にこう全部振動するってわけじゃなく、なんか息をが通り抜けちゃう感じがあって、まあ、あんまり上げすぎると、まあ、大変なんですけど、で、まあ、サブトーン決めたいときには、ちょっとこんぐらいだなって、徐々に出して、で、まあ、ビッグバンドやるときには、ちょっと、まあ、よくこうやって横から見て、髪の毛1本分とかちょうどぐらいとか、そういう、まあ、大体そんぐらいにすると、ビッグバンドにでも対応できるかなっていう感じ。もうちょっと輪郭が出る感じ。そうですね。あと、内側の溶石が削ってあるので、ラージチェンバーの、ローバッフルな感じにしてます、ね。もう中古で入ってくると、まさに売れないやつですね。オープニングは狭いよ、中はズドンってなってる。これは古いやつですね。古い頃のですね。実はこのダダリオっていうのがやっぱりなんかちょっと素材が肉厚にできてるので、さっき言いました、初めて、ああそうなんだ、削る分には余裕を持って削っていけるみたいですね。でダダリオのホームページでもなんかそういうことをできるよみたいな、リフェイスとかもできるよみたいなこと書いてあるらしいので、まあ、噂で聞いたって感じなんですけど、やっぱ改造はしてあるとはいえ、はい、割とまあさっき売ってる状態で吹いてもらいましたみたいな話したんですけど、まあ向いてるやっぱりダダリオとか、まあ、いわゆるメイヤー系のやつに変えると雰囲気はだいぶこういわゆる付属のマウスピースよりは全然違ってくるという感じですか。そうですね、はい、まあ、面白くカスタマイズできると思います。原型をとどめてないっていうさお話をしたんですけど、だいぶいじられたみたいなんですけど、はい、まあ、さっきこの、ネックスクリューなんですかみたいな話をしたんですけど、これはですね、池袋にある厚み工房っていうリペア工房で、作ってもらったやつです。ここ黒炭になってますね。でなんか柔らかくなんか伝ってくれるんですよ。あとまあよく変えられるのはサムレスト、サムフックとか変える方はいらっしゃるんですけど、その辺は普通にノーマル。そうですね、いろいろ変えた結果ノーマルに戻しました。あ、やっぱ変えたんですね。はい、 あと変えたというところはパッドですね、はい、パッドをこの最初このプラスティックレゾネーターモデルを手にしたときは結構やっぱり反応のはすごいやっぱ柔らかい音色は出ていったものの、結構息が持ってかれちゃう感じがしてちょっと辛いかもって思ったので、パッドすごい硬くしてもらいました。いわゆる中の肉を抜いた感じなんですか。そうですね、シェラックっていう接着剤に使っているシェラックをもうボリュームにもうほとんど取ってます。あ、ほとんど取ってます。あ、中はスカスカな感じなんです。そしてこの溝が、わだちがくっきり出るようにしてもらって、まあ押し付けたような感じですね。まあそういう形で整えてもらったり、まあ、普通のリペアマンみたいな、これも硬くてダメですね。そうですよね。そういう感じです。あとここの接合部分、接着剤、これ言っていいのかなを接着剤を取ってハンダ付けにしてもらったり、もうそれだけでもかなり変わっちゃいます、ね。
先ほど YS280 吹いたけど、これもハンダ付けすればだいぶ変わるよっていう話それもう別物ですっていう話をしたんですけどただリピアマンは嫌がるみたいですけど、ああまあそうですね、外してまた直したりとかっていうのは、うん、面倒くさいというか手間が本当に、そうですね、大変なようなので、まあやっぱり響きがこう全体に効率よく行き渡るみたいな感じです、ね、そうですね、しっかりとここからここまでしっかり伝わるような感じになります、ね、はいはい、単純に、ね、接着剤が入ってるのと、ね、ハンダが入ってるのでイメージ湧きます、ね、そうですね、はい、ということで、はい、大体、まあ、あのどんな音色かっていうのは非常に気になると思いますので、曲でやっていただいたという感じで、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さんお楽しみということで。